一部の概念、ブレビーは液体の急激な藍変化による爆発現象である。日本語では沸騰液膨張蒸気爆発や沸騰液体状規格酸爆発などと訳される。加圧容器に貯蔵されている液体物質はその時の気液平行状態にあるが火災により容器が加熱されていると容器内の液体はその物質の大気圧の下での沸点より十分に 高い温度まで加熱され圧力も高くなる。この状態で容器が破裂すると容器内部の圧力は瞬間的に大気圧にまで低下する。この時に容器内の平行状態が破られ液体は突発し気体になることで爆発現象を起こす。液化石油ガスなどではさらに拡散して空気と混ざったガスが自由空間蒸気雲爆発を起こす。 液化石油ガスなどの常温常圧で気体になるものを高い圧力で液化して収納している容器、あるいはそのような液体を輸送するためのパイプラインや配管などが火災などによって破壊された時に起きる。ブリーブという現象が明らかになったのはフランスリヨンの郊外にあるフェザンという町のフェザン製油所で大規模な爆発火災事故が発生した時だと言われている。 中身の液体が高温高圧の水である場合には水蒸気爆発と呼ばれる。ありがとうございます。